お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、8200に到達しました。パチパチパチってわけで、リプレイ紹介にはなるんですけども、世界36位ですね。久しぶりに結構上位に上がれたんじゃないかなと思います。というわけで、ロイフグでね、上がったんですけども、なんとですよ、これがまた。もうこちらもね、もう一個のアカウントも8200に到達ってわけで、ニアカね、今8200。今40位と36位か。まあ結構ね、悪くはないんじゃないかなと思いますね。で、しかも両方とも違うデッキをね、使ってるっていうところで、まあいい感じかなというわけで、さあリプレイを見ていこうと思うんですけど、何を見ようかって思って、まあ直近の試合ですかね、このゴレダクプリと、このヒーラー神器ですね。これもきついんですよ。最近流行り。で、このバルキリー型のクロスはね、結構こう、まあ、負けたり勝ったりっていう印象ですね。で、ペッカーは相性良くて、ラバルも相性良かったんですけど、負けちゃいましたね。で、これ謎のリア友とのフレーバトがあって、みたいな感じなんですけど、まあ、上4戦ぐらいを、まあ、見れたらいいかな。まあ、上から4つ、まあ、下から順番に行っちゃいましょうか。はい、ってなわけで、まあ、まずはね、ペッカー。の試合からね、解説と思うんですけど、あのですね、マジアチアの下方がね、皆さん確定しました。まあ多分知らない方も多いと思うんで、軽く話しますと、なんか情報修正が出たんですよね、次の。で、あのヒールがね、皆さんもうなくなるって言われてたんですけど、ヒールと同じようなカードが代わりにね、出るみたいな話が、まあちょっと出てたんですよね。で、今回ヒールがヒールスピリットみたいな、あのアイスピーとかいるじゃないですか、今アイスピーファイスピーとか、アイススピリットファイヤースピリットかな、名称よく覚えてないですけど、まあ、そんな感じのヒール版みたいなね、スピリットが出るみたいなんで、まあちょっと可愛いけどみたいな、僕はヒールが良かったですねっていうような感じで、まあそういったね、新カードもありつつ、マジックアーチャーがね下方視されちゃうんで、このデッキをすごい僕は皆さんにおすすめするんですけども、マジアチャのね、射程が短くなるんですよね。そう。射程が短くなると、射程、あの、マジックアーチャーの長所って射程の長いのが強みだったんですよね。まあ、あの、具体的なことはね、また多分それはそれで動画出そうかなと思うんで、まあ、今回そんな触れないんですけども、なんで、ちょっとね、マジアチャの下方は今後結構でかいからもしれないですね。結構マジックアーチャーがメインのデッキがすごい多いんで、高回転デッキとかもだし、ペッカとかもだし、ロイフグとかも、基本的にマジアチャが最近暴れてたので、このマジックアーチャーが下方されると、また色々変わってきそうですね。といったところで、さあこれはもう絶望ですね。僕は5コースでこれを守ります。で、ここのハンターですね、一回ゴーストがタワーに殴ってから出すんですよ。今のゴーストをハンターで受けていったら、ゴーストプラスのザップとかで、こういい感じにハンターも溶かされてたと思うんで、わざとね、ゴーストのダメージを受けて、最大限にね、もうこれ以上は多分抑えれないぐらいに抑えれたんじゃないかなと思いますね。なんで、こう、相手の攻めを抑えるときに、結構重要なのは、全部を抑えようとしないんですよね。全部抑えたいけど、別に全部抑えなくても、タワーが残ってたら勝ちは勝ちなので、まあダメージ受けつつ、いい感じに守って勝つみたいなね。まあそのいい感じに守るのがすごい大変なんですけど、で、ここはマジックアーチャーで射抜こうとしたんですけど、角度がね、ちょっと、マジで、角度が、マジックアーチャーの角度がすごい悪いんですよ、これ。本当に。一回も射抜いてくれないんですね。一回射抜いてくれたら、メリノクリマジアチ処理できるのに、みたいな状況で、一回も射抜いてくれなくて、ちょっと怖かったんですけど、まあ、ここはもうクエイク削りですかね。クエイクとクエイクとかでまた多分タワーが落ちるので、で、ここはもうさすがに相手のタワーダメージ入れれないんでね。ハンタープラスウッドからの、後ろからしっかりミニペッカで、処理してあげることによって、ここもね、クエイクウッドで終わりかなと。いう感じですね。結構試合始めに相手がペッカ出してて、僕のミニペッカに対して多分相手がペッカ出してたんですよね。で、そこにロイフグ飛ばしてたりしたシーンがあったんですけど、ペッカをこう溶かすのに結構重要なのが、まあハンターとミニペッカなんですよね、このデッキ。で、こうロイフグプラスとミニペッカをしてると、そこにペッカいてもほぼ溶かせちゃうんですよ、ペッカを。そう。で、まあクエイクまで打つと、もうほぼほぼペッカを処理できるぐらいまで行くので、こうペッカに対しては、基本的にロイフグミニピですね。ペッカ以外のユニットで受けられた時にも、
そのユニット処理できますし、ベッカも溶かせるといったところで、ロイフグミニピが大事になってきます。で、これ、ちょっと相手のトレーナーのタイミングはね、綺麗ですね。ロイフグ、もうちょっと刺さると思ったんですが、で、ここ僕はまあクエックサイト後なので、クロスが来て、ここマジアチェリー抜こうとしたんですけど、まあ多分これまで分かってたと思いますね。で、ここバルキーでうまく処理されて、で、ここは、まあ、陸で竹取るというかは、回して、なんとか耐えると。基本的に、クロスボウは、クエイクプラスのウッドで溶かせると思っていいですね。クエイクプラスウッドだけだと、ちょっと溶かせませんけど、若干残るんですけど、まあ、その間に竹なんかで取っとけば、アイゴレで竹取りつつ、クエイクウッドぐらいで、クロスは本当に完封できつつ、相手のターンにもダメージ入れれるので、でしかもこのデッキだと攻めクエイク打っても今みたいね、さっきみたいに攻めクロスすぐ立てられても間に合うんですよね、回転が。なのでこうまあ結構攻めでクエイクを使っても全然いいと思いますね。相手が施設とか何個置いてもすぐね回転が回るんで。でテスラ厄介なので、アイゴレが竹取ってる間にマジックアーチャーで処理しつつ、でここちょっとね多分攻め取るねが来たのかな。これこのトルネ、ちょっと助かりましたというか、これ、マジックアーチャーが残ったんですね。これでかいですね。で、僕は左のスケに攻めたんですけど、僕はちょっと左側をね、攻めたら、たまたま右のマジックアーチャーがね、結構刺さってるというところで、まあ、この射程が短くなったら、もう一歩ぐらいね、歩かないと相手のタワーも殴らなくなるんで、貫通の距離はね、どうなるのかわかんないんですけど、そう。はじめのタゲを取るまでの射程が、これさっきタワー前にアイゴレ出したから、それ読みの攻め取るんですね。ですが、さすがに2連続同じことをすると、今みたいにね、ワンチャン持っていかれるので、しっかりね、タワー前にアイゴレを出していました。タワー前、端前か。で、ここちょっとクエイク空振っちゃいましたが、まあ、ダメージが若干入ると。まあ、そうですね。相手の攻めクロスは結構やっぱ守れるんですけど、問題がですね、防衛クロスされた時に、永遠ロケット打たれるんですよね。これも相手が結構攻めなんですけど、これ残ったのすごいラッキーですね。で、相手がまあ結構トルネロケまで使ったので、攻めてっていう、まあ、結構シンプルな立ち回りをしてるんですが、こうスケム打って打っとったすけど、まあ、そんな通らないんで、僕も1070削ることしか考えてないので、もうこういうのにすぐね一発入れようとしますね。ダイゴレ蓋してテスラとかで溶かされないようにしてすぐねちょっとやっちゃうんですよね。端前マジやっちゃう。でクエイク打つかな、打たないのか。ここウッドでからのすぐやりたがるんで、僕見てください、すぐやりたがって外しちゃうんですよね。でもこのアイゴレがバルキリーの右側を歩いてくれて、バルキリーが左にちょっとずれてたまたま居抜いてくれましてね、はい、ちょっとね別に延命する必要もなかったかのようなアイゴレになっちゃったんですけども、神アイゴレになっちゃいましたねっていう感じで、まあ、負け筋としては、どうだろうね。まあ、どんどん攻めクエイク打っていっても負けないと思いますけど、相手に無限ロケットですかね。防衛クロスされて、なんか、とか、後ろからマジアチェとかあんま先すぎてロケットとか打たれて、こっちがなかなか攻めきれないみたいなと、ちょっと怖いですね。負け筋としてはロケットかなと思っておいてください。あとはクロスの竹取りミスですかね。で、このヒーラー神技戦はですね、まあ、このヒーラー神器も結局ね、今マジアチェがすごい強くて流行ってて、ヒーラーは何も加工なかったですけど、マジアチェ加工をゴブリンの小屋が、若干変わるっすね。ゴブ小屋、なんかいろんな最近の小屋は、小屋が壊れた時に、ボスギだったらスケルトン、ババコアだったらバーバリアンが出るんですけど、まあ、そんな感じでゴブリンの小屋からが壊れた時に、ヤリゴブかな多分出るように。なりますねみたいな調整が入って、まあまた今後使われそうな感じはしますが、まあとかだったかな、まあ軽くしか覚えてないですね。今日のこの動画はアップデートのことを話す予定あんまなかったんで、というわけでこれはね後半に入ると僕が結構勝てないですね。相手のユニットがやっぱ溜まっちゃって、僕はクエイクなのでなかなか処理できないんですよね。相手のユニットムートとかマジアチェとかエレキとかがなかなか処理できなくなっちゃうんで、ダメージを稼ぐなら序盤ですね。
なんで2倍タイム入るまでにどうにかダメージ与えたいんですけど、相手も結構ねゆっくりね試合を組み立ててきてね、非常にやりにくかったですね。でこれちょっと竹取ミスもったいないですね、このマジでちゃ残んないので、まあ一個か許容と言ったところで、この結論はまあ多分僕が過剰に防衛しない限り今鬱陶されたので絶対一発は入るよねっていうラムだと思うんですけどね。でここっすかね、多分とりあえず攻めてミニペが相手きついんで、こんな感じでロイグにミニペ合わせたんですけど、ここちょっとねマジでね、あのラッキーパンチ入っちゃいましたね。これユウの相手ミニペッカに突進させようとしたんですよ。なんですけど、あの逆サイドのロフグに行ってこのミニペがめっちゃ刺さったんですよ。大体このミニペはもう諦めて逆にめっちゃ攻めてきたんですけど、あのここの気合の防衛ですね。タワーが殴りつつムートは壊れるが、ターゲットがムートに行ってるのでラムライダーがミニ残りで暴れてる。でファイボで処理、まあファイボ使ったのでマジアチャでね耐えると言った感じで、これはねぶっちゃけまあラッキーっちゃラッキーですね。相手のあのユウのがたまたま逆線のロイフに飛んでいってくれたって感じですかね。なんか上手い人ほどさっきみたいにあのユウの土地をね生かした使い方をするんですよね。まあだからこそまああった事故と言いますか、まあ、これラッキー勝利ですね。はい、ってなわけでラスティングゴレ、あの多分このロイフデッキ使ってるとゴレに苦しめられる人多いんじゃないかなと思うんで、結構参考にしてもらえたらいいかなと思いますね。なんか僕もゴレに対しての立ち回りはあんま得意ではないんですけど、まあ、ハンターとミニペッカで溶かして、マジアチャはめっちゃタワーの下の辺っていうイメージですかね。あの、ライトニングで絶対一緒に処理されないようにですかね。マジアチャがライトで撃たれるか、ハンターミニペ系がライトで溶かされるかの、どっちかにしとけばいいかなと思いますね。しかも、ミニペッカはライトニングだと残るので、ライト撃たれるだけでは別にゴレを溶かす仕事はしてくれるんでね。でこれロイフグ飛ばすのがねむずいんです。相手ダクプリ持ってるんでロイフグ飛ばしたいんですけど、まあ多分飛ばすと思うんですけど、そうこんな感じですね。ロイフグ単体で飛ばすとダクプリだけに美味しくいかれるので、セパレートしつつみたいな感じで飛ばしてます。でコンミニペが、まあ、2発かな。このダメージでかいですね。でもまあ僕負けるとしたら結構ワンパンとかもされちゃうんでね、まあ、気をつけたいところではありますね。まあ、この辺はウッドで立って剥がしつつ、あいこれでね逆サイ誘導して、まあ、耐えると。で、まあ、多分ここでケツグレですね。アド取られて。まあ、ここですね。こっからの防衛をちょっと見といてもらえればいいんじゃないかなと思います。基本的に前をもうハンターとミニペッカで溶かしちゃいます。で、後ろというか、まあ、残りですね。基本的に後衛をマジアチャであとはなんとかするっていうイメージですね。でも、マジアチャを高めにしちゃうと、攻めドレンとか全部されちゃうんで、ここですね。そうしたら、相手はライトをどっちかにしか打てないんですよ。このユニットかマジアチャのどっちかにしか出せないので、で、ユニットに打たれたら、ユニットは別にゴレを溶かしてくれたので、で、あとはタゲが変わって、いい感じにね、まあ、ダメージを受けますね、結局。あの、動画の最初の方でも言ったんですけど、ダメージを受けますけど、100% 守んなくていい、って感じですね。で、ここ多分、釣って、合流させてマジアチャで処理か。で、これ多分気合の夢をして、こういうとこ大事ですね。タルババーって結構、なんて言うんだろう。チャンスだと思ってもいいですね。相手がタルババを使ったときは。これちょっとミスっちゃってるんですけど、意外と。でも、たまたまいい感じになってね。でも、相手の防衛もうまいんですね、これ。ほぼ入ってない。そう、相手がタルババを使ってきたときは、まあ、ユニットが処理されるタイミングではあるんですけど、逆にそこ延命してしまえば、こっちのチャンスみたいなところがあるんで、相手のタルババをこう見逃さないように。でも延命しすぎるとよりピンチになっちゃりもするんでね、気をつけてほしいんですけど、ここ相手8枚ゴレでえぐいですね。からのトルネで全剥がしっていうえぐいことしてきたんですけど、ここもなんかラッキーですね。相手がこんなことしてこなければワンチャンまだ分かんなかったかもしれないんですけど、まあでも多分相手がどんな形で今から多分戦ってたとしても、僕は最後多分勝ててたと思いますね。ケツからゴレ組んでも逆サイ攻めだし、ユニットの策戦いしてても多分勝てたと思うんで、でもさっきから攻めマジアチャね、エイムが悪いんですよね、僕。エイムが悪いことによってピンチを迎えるんですけど、まあクエイク結構火力あるんでね、まあそんな感じで、まあしっかり守るんですけど、やっぱ絶対ね 100% の完封はできないので、
まあ、ダメージを受けて、あえてダメージを受けて耐えて攻めにつなげてみたいな感じのねことができるようになると結構大幅トロが上がると思いますね。多分こうトロ、まあ、7000と8000とかの違いとか、まあそういう部分にねあると結構思いますね。まあ、5000と6000とか、もう5000の人でこのダメージを許容するっていうのとか覚えちゃうと、もう一瞬でねもう7000とか7500までね上がれると思うんで、ちょっと皆さんもね意識してやってみてくださいというわけで、まあ、今日はねこんな感じでおります。トロ上げあと何日だ、あと4日か、あ短い。まあでも頑張ります。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。